無限に広がる次元の遥か彼方、人間と魔物二つの相入れぬ存在が手を携え共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼでは、この日年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちでにぎわっていた。読めたぞ。あの景品を手に入れる完璧な作戦が。すごい、さすがね。よし、私だって。要は当たればいいのよね。当たれば、そうなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え、じゃあホミロンも。ホミロン、よかった、この子は平気みたい。だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ。まずは俺が城の裏手に回り、こっそり中の様子を伺ってくる。その間にお前は。もしかしていつもの長い作戦？悪いけどパス。私たち王様の親衛隊でしょ。早くギルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく一人じゃ何もできないくせに。心にまで魔物が。倒して進むしかないようだな。うわ、一覧で確認したアクションを使ってなんとか切り抜けよう。そうだ、おすすめの攻撃があるよ。
まずはこれをやってみて。一通りやっつけるしかないわね。おすすめの攻撃を使ってなんとか乗り切ろう。次は特に呪文のおさらいだよ。どっちも MP を消費して使うんだ。画面の左下にあるのが MP ゲージだよ。早速特技を使ってみよう。煉獄に、また出てきた。今覚えた特技で応戦だ。灼熱火炎だ。燃えろ。うんうん、これで戦い方は完璧だね。魔物も一通りやっつけたみたい。さあ先を急ぐわよ。通路を塞いでいる邪魔なものはジャンプで飛び越えられるよ。魔術師だ。離れたところから魔法で攻撃してくるよ。気をつけて。魔法が飛んできたら落ち着いて三河足をすれば避けられるよ。正面からの攻撃には防御だ。うまくできればダメージを防げるよ。ここの魔物も片付いたな。急ごう。玉座の間はもうすぐだ。もうここにも魔物？急いでやっつけなきゃ。灼熱火炎だ。かもしれないよ。宝箱は近づいて立ち止まると開けられるようになるよ。先へ進む前にここにいる魔物を全てやっつけておかないとな。壺は攻撃を当てれば壊せるんだ。よし、ここにいる魔物は全て片付いたようだな。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくっちゃ。なる我が親衛隊長よ。魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城も町もほとんど占拠されています。早急に作戦を練らねば。
まず、玉座の前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして、広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいてきたら、一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場にとどまり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは、奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ。魔物が攻めてくるたびに、一人は攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば、体力を温存しつつ、敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もう、また長いやつ？パス！私はとりあえず襲ってくるやつを片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのを考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人、力を合わせれば、いかなる軍勢も押し返せようぞ。いざいざ、振り立て！我らの城と町を守り抜くのじゃ！仕掛けてきたか。よし、俺の作戦通りに。もう長くてまどろっこしいからパス。要は片っ端から倒せばいいんでしょ。その通りじゃ。二人とも最後まで気を抜くでないぞ。勝つためには頭を使わないとな。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。Thank you.
よし、完璧だな。予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ。たとえドラゴンだったとしてもね。するな。もし魔物が襲ってきても、さっきみたいに俺たちが助けるさ。分かった。僕、頑張るよ。サクレスカエンザ。二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。ドラゴンの弱点は頭と尻尾じゃ。よく狙って攻撃を叩き込み。上出来だな。倒したぞ。みんな、今こそ勝ち時。ちょっと待って。あれ何？これはもしや魔物の扉。魔物の大軍がやってくるぞ。
状況を打開する完璧な作戦を。二人ともうろたえるでない。さあこれを受け取るのじゃ。よし、それこそが気合の宝玉よ。気合の宝玉。なんだ、体の奥から力がみなぎってくるぞ。すべて読み通りだ。ないで、あんたも素直に喜んだら。いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすれば、もうまた長いやつ。つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください、すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ、かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃあ早く行きましょう。バクマ、バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。おThank you.
はっ。